鶏の胸肉を使います。一口で、はい、ナスを半分に切っていきます。はい、はい、パプリカです。4分の1個残ってました。ピーマンを追加します。さあ、鶏肉に下味をつけていきます。まずは何も塩をかけて、はい、ニンニク、生姜、塩、これでいっぱいです。もみ込んでいきます。はい、ナンプラー大さじ1杯、そしてカレー粉です、大さじ2杯ですね。はい、これで OK です。はい、鶏肉を入れます。たっぷりですね。そしてココナッツミルクをドバドバドバっと入れます。はい、よ、はい、溶けます。で、レンジ入れます。レンジ状態になってますけども、まあ、続行します。あとは7分30秒。相当器が小さかったと溢れ返ってますね。しかしこのまま続行します。あと7秒。はい、出来上がり、終わり。さあ、どんな声でしょう。わ、ココナッツミルクが溢れてます。2分間そのままにしておきます。はい、失礼します。まだ暑いね。しっかりできてます。もうしっかりできてます。野菜にも肉にも火が通ってるみたいです。